この際、岡田克也君から関連質疑の申し出があります。海江田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。岡田克也君。岡田克也です。まず今日午前中の質疑について、一言申し上げたいと思います。一昨日の産経新聞の記事を取り上げて、私の発言について、質問された方がいらっしゃいました。この記事については事実に反するということで、私は産経新聞社にすでに抗議文を出しております。何らかのプラスアルファの根拠があったのであればともかく、そういったことがないのであればこういった場で取り上げることは私は適切ではないというふうに考えております。そのことをまず申し上げておきたいと思います。でその上で、例えばこの記事の中にありました、民主党政権下で海上自衛隊の艦船と中国軍艦との間に15海里、28キロの距離を置くことを決めていたと、そういう事実は民主党政権下であったというふうにご認識ですか、総理は。安倍内閣総理大臣。今の岡田委員のご質問はですね、いわばこちらの体制の詳細に関わることでありますから、前政権のこととはいえ、今ここでつまびらかにすることは控えさせていただきたいと思います。しかし安倍政権ができたときに、それまでの対応を全体的に見直した結果ですね、中国に対して過度な配慮をした結果ですね、十分な対応ができていないと私が判断したことは事実であります。岡田克也君。私の承知している限り、民主党政権下で15海里距離を空けるべきだというようなことはなかったというふうに承知をしています。もしあるというなら、そのことを堂々と言っていただきたいと思います。そしてそのことは総理きちんと確認したら分かるはずです。事務方に、防衛省の事務方に確認してください。そういうことはなかったわけであります。何かありますか。安倍内閣総理大臣。私はですね、総理になってまさに事務方から、体制について聞いた結果、今個々のことについては、あえて申し上げませんよ。それはね、これはいわばこちらの、他の内を明かすことになりますから、過去のこととはいえ申し上げませんが、私は事務方から、体制について聞きました。防衛省と海上保安庁から聞きました。でこの体制はですね、明らかに過度な配慮をした結果であろうと思ってですね、全面的に見直しをいたしました。岡田克也君。私は具体的なことを聞いているわけです。それは確認されればすぐ総理であれば知ることができるはずであります。そして今日総理の答弁の中でですね、過度に圧力を恐れるあまりという表現がありました。政権変わっていろんなことの取り扱いが変わるということは理解できます。しかし民主党政権下において過度に圧力を恐れるあまりというのは、何を根拠にそういうふうにおっしゃっているんでしょうか。安倍内閣総理大臣。これはですね、実際私は確信しているからこの場で述べているんですよ。しかしそれは今あえて個々のことについてはですね、他のうちにかかることですから申し上げませんよ。ただこれは別に民主党を非難するためだけにも申し上げているのではありません。いわば対応についてはですね、いくつかの対応、これは海上における対応もそうですし、領空あるいは防空識別圏における対応もそうですが、これも含めて全面的に対応を見直しをし、そしてしかるべき対応に変えたわけであります。岡田克也君。個々のことについてはこれは言えないと言いながらですね、前政権のことをこういった表現を使って批判をするというのは、私はフェアじゃないというふうに思いますよ。総理大臣としてはもう少し公平に物事を言われたらいかがでしょうか。もちろん中国の軍と日本の自衛隊が必要以上にこれが対峙することになれば、それはいろんなことが起こりうるということは考えて、我々一つ一つの判断をしてきたことは事実です。しかしそのことは私はおそらく安倍政権だと同じだと思うんです。具体的な対応についていろいろ違うところはあるかもしれませんが、そのことを民主党政権が過度に圧力を恐れるあまりとかですね、そういう感情的な表現は私は使うべきではないというふうに思いますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。これは感情的ではなくてですね、
まあ、申し訳ないんですが、これは事実を、ファクトを述べているわけであります。で、個別についてですね、これ申し上げることできますよ。しかしそれは、いわば中国に対して、かつての政権がやっていたこととはいえ、これは手の内を明かすことになりますから、あえて申し上げていないわけでありまして、何も私がですね、ここで、そんなものを、引き出してきて、皆さんを、これは非難する必要なんていうのはないわけでありますから、質問に答えて、私はむしろファクトについて申し上げたわけであります。岡田克也君。総理、過度に圧力を恐れるあまりというのはファクトじゃないですよ、それは。だから私は申し上げてるんですよ。大体総理のパターンはね、一つあるんですよ。民主党のことを根拠なく批判をして、そして私はそれを変えましたと言って誇る、そういったことを時々やられるんですね。しかしそれは内閣総理大臣として私は取るべきことじゃないと思うんですよ。私は言わないでこうかと思ったが、じゃあ一つ日米首脳会談について申し上げたいと思います。安倍総理は日米首脳会談後の記者会見で、この3年間で著しく損なわれた日米の絆と信頼を取り戻し、緊密な日米同盟が完全に復活したと宣言されました。何を根拠にそういうふうに言われたんですか。安倍内閣総理大臣。まあ、それはですね、まあ、民主党政権の3年でにおいてですね、普天間の移設問題について、まあ、最低でも県外とこう言ったわけですね。そして結局ですね、その間において、大統領に対して、まあ、トラストミーとこう言ったわけですよ。でも結局それは実行できなかったじゃありませんか。でこれはかなり私は、これ致命的なことであったと思いますよ。で失われた信頼というのを回復するのはそう簡単なことではないんだろうと、このように思います。岡田克也君。もちろん普天間の問題は私も責任を感じております。しかしにもかかわらず日米間それぞれの首脳間で、あるいは外務大臣をはじめ閣僚間で、あるいは事務方でさまざまな問題について取り組んで、そして信頼関係を育んできたということも事実じゃないですか。そのことをあなたが一方的に否定するということは私は理解できません。例えばクリントン長官が退任にあたってですね、日米両国間は北朝鮮、ASEAN といった地域間問題やアフガン、イランといった国際的課題に取り組んできた、日米同盟を継続して強化してきた、日本国民及び日本国の指導者の皆さんに対して日米同盟の協力と献身を感謝したいと、お礼を申し上げたいと、こういうふうに最後の会見で言われました。岸田大臣おられたから、その時同席しておられたから、あの事実だということはご理解いただけると思います。例えばこういう発言と総理の発言の間にあまりにも乖離があるわけですね。それいかがですか。安倍内閣総理大臣。まあ、それはですね、アメリカの国務長官がですね、まあ、辞任会見において日米関係は大変なことになったという、そんな発言をしたらですね、これはまあ、大変なことになるというのは、まあ、誰が考えても分かることでありますから、それは、当然、外交の責任者としてはですね、責任ある立場で、発言をされるんだろうと、まあ、このように思います。岡田克也君。クリントン長官の発言が責任ある発言だということであれば、最初に紹介した安倍総理の発言は無責任そのものじゃないですか。日米同盟をお互い努力をしてさまざまなレベルでこれは育てていかなきゃいけない。例えばキャンベル国務次官補が朝日新聞の記者会見でこう言ってますよね。日米関係の維持進化は党派を超え政権交代を超えた共通の取り組みでなければならない。私はその通りだと思うんですよ。で、あなたの言い方は前の政権はデタラメやってた、俺が全部ちゃんとやってる、そういうふうに聞こえかねない。それはまさしく日本だけではなくて米国のこの同盟関係に携わってきたそういう人間に対しても人々に対してもこれは侮辱だというふうに受け取られても仕方ないですよ。総理大臣であればもう少し国益を考えて日米同盟をいかに育てていくか、そういう観点でお話になるべきだと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。日米間においてはですね、いわばむしろ例えば、これは事務方ソロになってきた、まあ、国務省外務省ありますよ。そして例えば、アメリカの国防省と日本の
防衛省、あるいはアメリカの三軍と日本の自衛隊、ここにおいてですね、私は必死に頑張ってきたんだと思いますよ。それは政治がなかなかちゃんとやってなかったからなんですね。それによって守られていたのは事実です。そしてですね、同時にやっぱり国民の中に日米同盟の絆はやっぱり大切だな、そういう思いが強くあった。これはやっぱり日米同盟を下支えしていたんだと思いますよ。でもしかし民主党政権においてですね、岡田さんが胸を張って言えるような状況だったんですか。私はそうではなかった。そうではなかったからこそ私は選挙の結果においてですね、こういう政党には残念ながら政権を任せるわけにはいかないという結果になったんだろうと、このように思います。岡田克也君、これ以上あなたに何か言っても無駄かもしれませんが、私はやはり総理大臣というものは常に国益を考えてそして行動しなければならないというふうに思います。あなたのこのものの言い方というのは、私は日米同盟にとって決してプラスではない、アメリカにも戸惑いは私はかなりあると思いますよ。そのことを申し上げておきたいと思います。さて、政治改革について先ほど幹事長がいろいろお話になりましたので、私は2点に限って、申し上げたいと思います。これはもういいや、はい。まず今自民党で検討中の比例の削減案について、伝えられるところでは比例を2つに分けて、1つは通常の比例で、もう1つは第一党を除いた比例と、こういうふうに2段階に分けて、対応するという案が報道されております。今日の新聞には伊吹国会議長、衆議院議長が、それは憲法上の問題があるのではないかと指摘をしたという報道もあります。私は少なくともこれ、一票の価値というものを、その第一党に投票した人のその投票権というものをきちんと評価しないことになって大きな問題があるというふうに考えますが、総理のお考えいかがですか。安倍内閣総理大臣。私はまだその案について、見て、おりませんので、論評する立場にはございません。いずれにせよですね、野田当時の総理大臣と党首討論において、定数削減についてですね、この国会において成案を得るように努力をしていくということをお約束をしておりますので、そのような方向においてですね、迅速に進めていくように、石破幹事長に指示をしたところであります。岡田克也君。やはり我々選挙制度を変えるときはやっぱり憲法上の問題、あるいは投票する国民から見て分かりやすい、つまり各党が自分たちの利害で制度を複雑にいじっているという、そういう印象を与えない方がいいと思うんですね。今日二つ目の前回の選挙における判決が出ました。札幌高裁です。でこの中で、まだ総理ご存じないかもしれませんが、この札幌高裁の判決の中でですね、我々が法律として成立をさせた五原案ですね、この五原案について、これは最高裁がすでに判決を出した一人別枠方式を廃止をするということになっていないという判断が下されております。確かにこれは一人別枠方式を廃止したら鳥取は一つになるはずなんですね。それを二つを維持する、で鳥取の二つを維持し、真っ二つに割ったそこの二倍以内に抑えるということで五原案ができているわけであります。その結果として、例えば東京などは人口比例でやればですね、少なくとも5つぐらいは増えるはずなんですね。それが増えないままですね、変わらない。神奈川も3つ増えるべきが変わらない。鳥取は1つにならなきゃいけないところは2つ。こういう形で、かなり異質のですね、区割りになってしまっているということであります。もちろんこの五原案が、これから最高裁も含めてどういう判決が出てくるかということは、これは待たなきゃいけませんが、すでに札幌ではそういう判断が下された。やはり分かりやすい、きちんとした人口割の、そういうものを目指していかなければいけない。当面の問題として我々この法案を通しました。で、それは緊急避難的には認められたことだと思いますが、やはりより根本的にはきちんと人口比例で考えていくということでなければならないのではないかと思いますが、いかがですか。
安倍内閣総理大臣。まずはですね、この違憲状態を一日も早く、出しなければいけないわけでありまして、このゼロ増5年については、すでに法律は通っておりますので、区割り審において、審議を進めていただいて、請願を得たら我々は、直ちに提出をしたいと思っておりますが、同時に、新たなですね、削減に含めて、選挙制度をどうしていくかということについて、今与党において、ご議論をいただいているわけでありますが、私としてもですね、なるべく、この国会において、間に合うように、審議をしてもらいたいと、このように思っているわけでございますが、今、岡田委員がご指摘されたことも含めて、さまざまな議論がなされていると思います。岡田克也君。この札幌高裁はですね、平成23年 大法廷判決の設置に沿った改正とは質的に異なるものであると、この5原案について判断をしているわけであります。したがって、本当に5原案を、すでに法律は通っておりますが、これでずっといくのかどうかということは、これまたしっかりとした議論が必要であるということを申し上げておきたいと思います。それからインターネットの選挙についてですね、一言申し上げたいと思います。我々みんなの党と一緒にですね、公選法の改正案を出しております。で、与党案との最大の違いはですね、ここの電子メールの扱いであります。電子メールについて、我々はこれを一般有権者も選挙運動として認めることができる。自公案はそれは認めないと、こういうことになっているわけであります。この電子メール、つまりホームページとかその他のですね、ウェブサイトについてはこれは認めることにしながら、電子メールはダメだということにする、与党のお考えなんですが、総裁としてなぜそういうふうにお考えになったのか、ご説明いただけますか。安倍内閣総理大臣。選挙制度についてはですね、これはまさに国会で議論をしていただくことでございますから、まさに各党、各会派において、審議を進めてもらいたいと、このように思っております。つまり選挙の仕組みでございますから、私は立法府の長でありますから、これについてコメントをするのは差し控えさせていただきたいと思います。いずれにせよ、インターネットというツールをですね、使いやすくしていく。選挙においてもですね、使いやすくしていくということは、やはりこれは正しい方向であろうと、基本的には考えております。岡田克也君。総理もずいぶんこのインターネット解禁ということで言われたわけですから、そこはぜひお考えいただきたいと思います。で、例えば今、選挙期間中に電話でこの人に投票しようということを一般にですね、言うことは、これは公選法違反でもなんでもないわけであります。それがメールになっちゃうと、違法だと。いうことだと、それはやっぱりちょっと常識から見ると、非常に違和感があると。今ももちろん違法なんです。ギリギリ言えばですね。だけど、メールでこの人いいから投票しようということを通知したら、これアウトで、電話で言ったらセーフだというのも非常に分かりにくいので、ここはですね、よく各党間で議論することですけれども、総理もぜひ主導権を発揮していただきたいというふうに思います。次に、社会保障税一体改革について、私は総理の施政方針演説、それから国民会におけるですね、政権交代を初めて、つまり第3回の総理出席の下でのご挨拶を見て、総理はその社会保障制度改革で何をやりたいのか、何をやろうとしているのかということが全くわからないわけであります。具体的に社会保障制度の何を議論し、どうしたいというふうにお考えなんですか。安倍内閣総理大臣。この税と社会保障制度の一体改革においてですね、社会保障というのはですね、いわば生きていく上において、お互いが助け合っていく、自助自立を基本として享受を、そして公助によって社会を成り立たせていくということであります。いわば生活を営んでいく上においても、人生においてもですね、つまりこの社会保障制度がしっかりと持続可能な制度であることによって、いわば安心して一歩を踏み出していくことができるわけでありますし、同時にこの社会保障というのはですね、
給付と負担のバランスがあるわけでありまして、給付を確保するためには、負担をしていただく方々にとって、これは納得をしていただける水準でなければならないわけでありまして、そこで給付と負担の調整も必要であろうということであります。そこで例えば年金、医療、介護それぞれありますが、年金について言えばですね、すでに累次の改正を行ってきている中において、さらに低所得者、低年金者に対する手当も進めてきているわけでありまして、そういう中においては安定性は確保されているということで、民主党政権の内閣においてもですね、岡田当時の大臣も安定性については、そう答弁をしておられると、こう記憶をしているわけでありますが、さらにはですね、この改革、負担の改革が必要であって、基本的にはですね、持続可能なものにしていくという負担の努力が必要なんだろうと、このように思います。岡田克也君。抽象的なことをお聞きしているのではなくてですね、これは1年以内、つまり8月21日までに国民会議で、きちんと結論を出して、そして法的な措置を講じなきゃいけないと、1年以内に社会保障制度改革、国民会議における審議の結果等を踏まえて、社会保障制度改革を講じるということになっているわけであります。もう残された時間はあまりないので、今そういう一般的なお話ではなくて、総理として今の社会保障制度改革の中で特にこの国民会議を通じて議論をして、そしてしっかり実現しなければいけないものは一体何なのかということについてお答えください。あまり経済再生大臣担当大臣でございます。社会保障と税の一体改革、社会保障は、まさかの年の安心、将来の安心を培うものでありまして、総理から答弁がありましたとおり、この持続可能性をしっかり図っていくと、効率化と重点化をしっかり取っていくということで、あります。それで8月の21日までに、この推進法で決められている、国民会議の有識者のメンバーによってですね、その法的措置につなげることができることの中身、年金、医療、介護、そして子育て、その大きな4項目につきまして、方向性、結論を出していただくと。で、その中身を政府としては閣議決定をするということになるかと思っております。岡田克也君。手続きを聞いたんじゃないんですね。それから手続きについては多分認識が違うと思うんです。この条文の読み方として、我々はこれは国民会議が審議を行うと。で、その審議を踏まえて政府は法制上の措置を講じる、施行後1年、つまり8月21日までに法律上の措置を講じるというふうに考えているわけです。ここはなんて言いますか、水かけ論になってもいけませんから、ここでは議論しませんが、私たちはそう考えているということです。問題は一体何を議論するのかということです。そのことについて、もちろん具体的な細かい議論はありますよ。だけど今国民会議見ててもヒアリングを繰り返しているばかりで、大きな議論になかなか至っていないというふうに思うんですね。ですからまず総理がきちんと国民会議に対してこういうことを議論すべきだという方向性を出さない限り、国民会議としても非常に困ってしまっているというのは現状じゃないかと思います。社会保障制度改革として一体何を議論すべきだというふうにお考えですか。田村厚労大臣。昨年の8月の3党協議の中においてですね、ご承知のとおり、年金に関してはいろんな部分ございましたけれども、これ対応したわけですよね、一定の。それから子育ても3法、これも実務者で成立をさせていきました。で、国民会議の方ではやはりこの医療とそれから介護、この部分がまずは早急にやらなきゃいけない部分だということで議論をしていただいて、今現状ヒアリングをしている最中でございます。岡田克也君。担当大臣としてはそういうお考えかもしれませんが、基本的にですね、公的年金制度、高齢者医療制度については法律で明記されているわけであります。だからいろいろ具体的なこと、確かに、25年を10年にするとかですね、年金の受給、そして共済と厚生年金を一つにするとか、そういう改革は確かにやりました。しかし大きな議論としてまだ公的年金制度について問題があるんじゃないかというふうに
我々は考えているわけで、まあ、そういったことについてきちんと各党間、3党間でも議論しなければいけないし、それを踏まえつつですね、国民会議でもきちんと議論する、まあ、そのことが求められているんじゃありませんか。国民から見たときにやっぱりですね、今の年金制度についていろんな議論がありますよ。この社会保障税一体改革の中でもですね、当時の自民党や公明党さんは100年安心プラン、今の案で基本的には大丈夫だとおっしゃった。我々はそれは今の制度に加入している人だけ見れば100年いけるかもしれないけれども、加入してない人、加入できない人もたくさんいる中で、それはやはり制度を根本的に変えなきゃいけないということを申し上げた。もちろん我々の制度もバラ色では決してありません。いろんな問題があります。だけど、お互いどちらがいいかということをきちんと国民に分かるように説明し、最終的にそろそろですね、これ合意しかなきゃいけないんですよ。それからもう一つは、いや、積み立て方針がいい、これ、みんなの党が主張しているわけですけれども、そういう議論もあります、若い人にはそういう意見は多いです、それだけ国民世論も分かれている中で、きちんと議論して、これがベストではないけれども、ベターであるということについて、国民にきちんと理解していただく、そういう場としても、この国民会議というのは位置づけられると思うんです、総理、いかがですか。安倍内閣総理大臣。安倍内閣総理大臣。年金制度についてはですね、先ほど答弁させていただきましたように、すでに累次のこれ改革が行われて、改正も行われてきたわけでありますが、すでに先ほども答弁したようにですね、すでに持続的に運営していくことのできる仕組みになっているというふうに我々は認識をしております。このことについてはですね、社会保障税一体改革の地域の中において、当時の岡田野田総理と岡田副総理もご答弁をいただいているわけでありまして、認識を共有しているというふうに我々は理解をしているわけでございますが、その際ですね、最低保障機能の強化については、昨年の社会保障税一体改革の三党協議において、年金制度の枠外で対応することで合意をして、そして低所得、低年金の高齢者に対する給付金制度を創設をすることとなった、そういう経緯があるわけでありまして、したがってですね、年金制度においては最初から抜本的な改革が必要と決めてかかるということは間違っているんだろうと、このように思うわけでありますが、いずれにせよ年金制度、そしてまた医療制度、介護制度もそうなんですが、そうした社会保障の改革についてですね、三党での協議を進めていただきたいと、このように思っております。和田克也君。先ほど申し上げたように、これは各党間で意見が異なっているんですよ。ですからそれをきちんと国民の前で議論をして、最終的に一つの答えを見出さなければダメだということを申し上げているわけです。総理は今のお話を聞いてもですね、この社会保障制度改革を何が何でもやり遂げるというそういう熱意っていうのは感じられないんですよね。で、我々は消費税の引き上げをお願いしました。国民の皆さんに社会保障制度の抜本改革をきちんとやるということとセットでこれお願いしているわけですから、これは何が何でも社会保障制度改革をやらなきゃいけないんですよ。それは当然の政治家としての責任だと思いますよ。しかし残念ながら総理の今のご発言も含めてですね、社会保障制度について大きな議論をしようと、そういう意欲が感じられないということは残念です。総理、この国民会議の主幹大臣誰ですか。総理、甘利、社会保障税一体改革担当大臣。これ国民会議はですね、ご案内のとおり、推進法の中で位置づけられました。で、そこで、その4項目についてそれぞれ基本方針、基本的な考え方、基本方針が、もう社会に説法ですけれども、法律に書いてありますね。で、担当大臣、私が担当するように言われております。はい、岡田克也君。私は今質問したのは、国民会議の担当大臣は誰ですかというふうに申し上げたわけです。これは14条にはっきり書いてあります。国民会議の責任大臣は総理大臣、内閣総理大臣とすると書いてありますよ。ですから総理がこれ責任者なんですよ。担当の社会保障税一体改革の担当は甘利大臣かもしれません。しかしこの国民会議については内閣総理大臣が直接責任を負うという非常に重い会議なわけですよ。
そういう認識も総理はないことを今はっきりしましたけれどもね、もう少し自覚を持って、しっかりとやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。それじゃあ、次のお願いします。我々この社会保障税一体改革を議論する中でですね、この 5% をどう使うかということを散々議論してきました。で、 1% は新しいこと、つまり充実のために使いますと。 4% は今の制度の安定化のために使います。で、具体的には基礎年金の国庫負担2分の1とか、それから高台への負担の付け回しの軽減というようなことを説明してきました。この高台への負担の付け回し軽減というのは、これは毎年毎年税ベースで社会保障経費が何もしなければ1兆円ずつ増えていきますね。それから今かなりのものを赤字国債を発行してそれで賄っている、そういうものを置き換えていきますということで説明してきたわけです。全部新しいものでできたらいいけれども、今の財政状況を考えたらそれは無理だから、こういう苦渋の決断をして国民の皆さんにも正直にそのことを説明してきました。そこで私は今の総理の今日の答弁もそうなんですけれども、あまりにもその公共事業を増やそう、例えば当初ベースで見ても補正は横に置いてもですね、来年度、今年度ですね、25年度は7100億円のプラスですよね。で、そういったことを見てくると、結局、我々は増税して消費税を上げるのは社会保障のためだと説明してきましたが、現実には消費税を上げて公共事業をやっているというふうに国民から受け取られかねないじゃないかと。何か反論ありますか。安倍内閣総理大臣。それは岡田委員がそうおっしゃっているんであって、それは違うということは、岡田委員もご承知のとおりだと思いますよ。つまり社会保障に、社会保障費のためにですね、介護、年金、医療、そして子育てのためにですね、この消費税増税分は充てるということになってまいるわけでありまして、今回公共投資を行いました。そのための大型の補正予算を組んだわけでございますが、これは繰り返しになりますが、まさに国民の安全と安心を守るために、そして被災地の復興を図るために組んだ予算であります。同時にですね、同時に機動的な財政政策として、デフレから脱却をして経済を成長させていくために組んだ予算でもあります。そのことによって、経済が成長していくことによって、デフレから脱却していくことによってですね、税収増を図っていくことができるわけでございますし、そして結果として最終的には国民の収入も増えていけばですね、社会保障費というのは、これはもちろん税金もありますが、保険料からも賄われているわけでありまして、当然保険料も増えていくということになって、より財政的な基盤は安定的なものになっていくということも申し上げておきたいと思います。岡田克也君。それは総理の楽観的な見通しですけれども、少なくとも私たちは、これは私たちというのは民主党だけではなくて、3党、自民党も公明党も含めて、社会保障、消費税の引き上げはこれは社会保障のために使いますということを説明してきました。お金に色はついてませんから、結局消費税を引き上げることで出た余力を使って公共事業をやっているというふうに、そう言われても仕方がないじゃないですか。それは私が勝手に言ってるんじゃないですよ。それは多くの国民の声ですよ。そのことについてどう説明しますかということを申し上げているわけです。いかがですか。安倍内閣総理大臣。そもそもですね、まだ消費税は引き上げていないんですから、これは引き上げたと同時にですね、そういういわば公共投資をぐんと増やしたんだったら別ですよ。そうではない段階であれば、この笹子トンネルの事故もありましたね。ああいうことが二度と起こってはいけませんよ。ですから老朽化した施設はしっかりとこれは補強していく、改修をしていくということはとっても大切なことです。国民の命を守っていくことも私たちの責任ですから、その中においてやるべき公共投資、公共事業は行っていくということと同時にですね、先ほど申し上げましたように、いわばデフレから脱却をしていく上において、そして安定的に経済を成長させていく上において、さらにはその恩恵を隅々まで、日本隅々まで広げていく上においてはですね、機動的な財政政策が必要であって、その役割を担っているのが補正予算であった、まさに2本目の矢であったわけであります。
そしてそのことによってですね、まあ、楽観的とおっしゃったけれど、しかし、まあ、例えば私は、株価の上昇に一喜一憂するつもりはありませんが、例えば、御党から我々に政権が変わっただけでですね、年金の運用は、まあ、5兆円プラスになりました。まあ、これは短期的に考えるわけではなくて、20年、30年のタームで考えるべきだとは思ってますよ。でもしかし大切なことはですね、経済が上昇していくということは、社会保障にとってもとっても大切なことになっていくんだということは申し上げておきたいと思います。岡田克也君。まあ、私いつも気になるんですが、笹子トンネルの話をよくされますが、あるいは株式会社の責任ですよね。笹子トンネルきちんとメンテナンスするということは国じゃないですよね。ですから、そこはなんかこういうところで話が出るのはよくわからないわけですね。株式会社、高速道路株式会社の責任、そこで、まあ、私総理のですね、お話の中で例えば施政方針演説を見たときに、財政健全化について財政健全化目標の実現を目指しますという一言しかないんですね。で、行政改革に至っては全く触れられていない。で、そういうことを見ると本当に大丈夫なのか、財政の再建健全化についてどこまで総理が熱意を持っておられるのかということは、まあ、私は大変疑問に思うわけです。で、そういう中でですね、総理は財政健全化のための立法措置の可能性について藤井貴夫議員の代表質問に対して言及されましたね。具体的に説明していただけますか。安倍内閣総理大臣。藤井議員からはですね、まあ、いわば立法の必要性があるかないかについて、質問をいただいたわけでございまして、政府としてはですね、今後経済財政諮問会議において財政健全化と経済再生の双方を実現する道筋について検討を進め、年王の骨太方針の取りまとめに向けた検討状況も踏まえつつ、財政健全化目標を実現するための中期財政計画の具体化の検討を進めていくこととしております。その上でですね、財政健全化の実効性をどのように確保していくか、していくかについても検討をしてまいります。先の答弁についてでございますが、その一例として述べたものでありまして、現時点において法制化等々に立法していくということについてはですね、具体的な検討は行っていないと、こういうことであります。施政方針演説においてもですね、私はプライマリーバランスについて2020年 GDP 比について2015年に半減し、そして20年に黒字化していくということについて申し上げているわけでございますし、第一次安倍政権においてはですね、プライマリーバランスについてはかつてマイナス30兆円近かったものをですね、6兆円まで縮めたという実績はあるわけでございます。今回もあの時と同じようにしっかりと税収を上げて無駄遣いをなくすことによってプライマリーバランスを黒字化していくことを目指していきたいと、このように思っております。岡田克也君。私は国会答弁の中でですね、総理はですね、財政健全化を立法を含めどのような形式と仕組みで確保していくかについて検討してまいりたいと、こうおっしゃったわけですね。立法を含めということをおっしゃったわけです。私は立法を財政再建健全化のために立法をするかしないかというのは、それは例示で言うか言わないかの話じゃなくて、立法をするということは非常に大きなことだと思うんですね。で、そういうことについてまだお決めになってないということであれば、単なる例示としてでも私は言うべきじゃないと思うんですよ。ですから、そういうことを聞いてると、本当に総理が財政健全化ということをどのぐらい真剣に考えておられるのかということについて、ますます疑問が深まるわけであります。何かありますか。はい、安倍内閣総理大臣。これはですね、こちらが例示として挙げたというよりも、質問者がですね、例として挙げたものですから、それも含めて考えていくという、そういう答弁をしたところであります。岡田克也君。財務大臣はその直後の記者会見で否定されておりますけどね、いや、もう一つですね、ちょっと 2% の物価目標についてお聞きしたいんですが、これはですね、総理は
2% の物価目標について、日本銀行において責任を持って実現していただくというふうに、これは2月7日、石井委員に対してですね、答弁されています。他方で、麻生財務大臣は、日銀だけに押し付ければ甚だ偏ると、共同責任を負っていると思って頑張っているというふうに答弁されました。これ、一見して考え方が違うというふうに思えるんですが、いかがですか。麻生財務大臣。一義的には日本銀行にあるっていうのは、それは法律で決まってますから、もうご存知の通りです。しかし、これまでお金をたらたら吸って、日本銀行がお金を吸って、市中銀行に渡しても、市中銀行から先に全然お金が散らなかったという例があるでしょうがと、我々そう経験してますから、したがって、きちんと上げていくためには、日本銀行だけに押し付けるのではなく、この際政府もやるべきことがあるのではないかといって3本のうちの残り2本3本目はこれは政府としてもやらなければならない。しかし一義的には日本銀行にあるというのははっきりしております。岡田克也君。一義的か二義的かというのは非常に抽象的な話ですが、もちろん日本銀行がまず責任を負うということは私は否定いたしません。しかし政府自ら3本の矢と言っておられるわけです。つまり金融だけで、こういったデフレ脱却とかあるいは 2% の消費者物価上昇ということが確実にできるかといえば、やっぱりそれは三本の矢を合わさって初めてですね、そういうことが可能になると、そういう意味ではですね、これやっぱり日銀だけの責任だと、こういうふうに言い切ってしまうのは、私はむしろ政府の責任逃れだというふうに思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。これはですね、責任が、どの責任が誰にあるかということをはっきりしておく必要があると思うんですね。そこで 2% のインフレターゲットを設けたからにはですね、これはしかしターゲットを設けたのに全部あなたの責任ではありませんよ、こっちにも責任がありますよと言ったらですね、その責任がどこにあるか分からなくなってしまうんですよ。これは日本銀行の責任なんですよ、基本的にね。でそこでやっぱり日本銀行はその責任というのはまさにこれは、これを果たさなければいけないという、強烈なこれは彼らに責任がそれぞれに生じるわけですね。まさにこの総裁においても副総裁においても新たに任命していただきたいと思っておりますが、黒田さんにしてもですね、2人の副総裁の方々においてもそういう使命感、そういう強烈な使命感を持ってちゃんとこれを達成していくということをおっしゃっているわけであります。そして政府としては政府としてやるべきことがあります。それはいわば、この 2% の物価安定目標に向けて進んでいく中においてデフレ脱却の、この波がですね、地方に隅々まで早くこれは伝わるように、そして雇用にもそして収入にも現れてくるように、このスピードを上げていくためにも私は財政政策を進めていくべきだろうと。国が率先して需要を作っていくということが必要ですから、ですからその期間をですね、短くしていくためにも財政政策を行い、同時に何回もですね、これは財政政策を行うわけにはいけませんから、まさに3本目の矢である一般のこの民間企業の投資を喚起をする成長戦略を行っていく、これが極めて重要だろうとこのように思っているわけであります。岡田克也君。総理、デフレというのは貨幣現象だというふうに言っておられますよね。ですからそういう考え方は一つ学者の中にもあります。ですからすべてですね、これ金融で解決できると、そういう立場に立っておられるようにも聞こえると、しかし三本の矢と言っておられるところから見るとそうではないようにも聞こえると。やっぱり私はですね、もちろん日銀に第一義的な責任というのは分かりますけれども、同時に政府も責任を持っているということをはっきりしないと、何かすべて日銀に押し付けて、そして実際にですね、物価が 2% まで消費者物価が上がらなければ何でもやれということになったときに、いろんな弊害も出てきうるわけでしょう。例えば前回のバブルのときどうでしたか。消費者物価が上がるより先に不動産の価格が高騰したじゃないですか。そういうことを繰り返してはいけないわけでしょう。ですからそこは全体的に考えてやっていかなきゃいけない、その責任は日銀だけにあるんじゃないということを私は申し上げたいわけですが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。先ほどから申し上げておりますように、私がこれ答弁したようにですね、デフレというのは、これは貨幣現象ですから、まずは日本銀行が
しっかりとですね、大胆な金融緩和を行って、2% という物価目標を、安定目標を設けたんですから、この物価安定目標に向かってですね、ちゃんとしっかりと政策を展開、金融政策を展開してくださいねということであります。その上において、今まさに岡田委員が指摘されたように、さまざまな、これは弊害もあるかもしれませんし、そして同時にですね、その恩恵を、みんなが享受できるように、これが進展されるようにですね、していくためには、やっぱり、まずはその期間もですね、短くしていくために、財政政策を行っていくことによって、金融政策だけではですね、インフレ期待が起こってから、企業が投資をするまで、あるいは給料が上がるまで、これ、相当な時間がかかる場合がありますから、その期間を短くしなければいけませんし、そして都市で起こるだけの現象にしてはいけませんから、これ、全国に進展させるためにもですね、我々は財政政策をしていく、何回も財政政策をしていくわけにはいけませんから、成長戦略において、企業が投資をするという分野を作っていく、これがまさに三本の矢であります。我々はこの三本の矢を、いわば同時に追い込んでいくことによってですね、デフレから脱却をし、そして間違いなく経済を成長させていくことができると、このように確信をしています。岡田克也君。総理のご答弁をお聞きしていると、果たして総理ご自身が責任というものをどう考えておられるのかよくわからないんですね。やはりそれはもちろん日銀は一義的責任があると、しかし政府全体も責任を負っているということを明確にして、そしてしっかりとやっていただきたいと思います。終わります。